ハロー YouTube、えー、ということで、今日はですね、えー、千葉工業大学に来ております。えー、ロボットの研究室、えー、古田孝之さんのフロー,、えー。こちらの方でですね、最先端の AI を活用したあロボットの見学をしようと思っております、えー。ちなみにですね、それに先立ちまして、昨日の東京都知事選について軽く解説をしたいと思います。えー、現職のですね、 え、小池由ゆり子さんがですね、280万票程度ですかね、えー、取られて、えー、圧勝され、まあ、圧勝というか、前回に比べると得票数減っておりますけれども、まあ、勝利されましたと、えー。2位に躍進したのが元秋高田市長の石丸慎二さん。えー、私も YouTube チャンネルで2回にわたってですね、えー、は、あの、配信しましたけれども、非常にあの、クレバーで、まあ、実際にですね、首長を経験されたということで、一期を年、ね、 えー、弱ですね、えー、経験されたということで、ちゃんとした、まあ、政治経験もあるということで、えーまあ、かなりですね、えー、人気で、まあ、特にですね、YouTube チャンネル、えー、YouTube をですね、えー、とにかく更新されてたって、いろんな方々と対談されてて、えー、それがですね、かなり回ってると、割とこう、テレビ中心のマスコミの人たちっていうのはですね、この、 YouTube の影響を結構軽視しているところがあって、特にコロナ以降なんですけれども、モバイルブロードバンドが、えー、すごく発達していてですね、えそんな中で、本当老若男女スマホはみんな持ってるわけで、えー、そうやって持ってるスマホを使って、最後、その都知事選誰に入れようかって考えたときに、やっぱり YouTube 検索しちゃうんですよね。で、テレビって好きなときにやってないじゃないですか。えしかもですね、 えー、テレビって何が一番弱点かっていうと、えー、尺が決まってると。まあ、要は番組の長さが決まっていて、一人の候補に、まあ、しかもなんか放送の、なんか平等性みたいな、公共性みたいなことを考えなければいけないとかってよくわかんないルールがあって、まあ、それもあの法律で決まってるっちゃ決まってるんだけれども、えー、それの拉致外にある通信の方ではあまりそういった規制はないわけで、 えー、とにかく、まあ、主要な候補者と見なされない限りはですね、まあ、4候補、4人以内に入らないとですね、えー、負けちゃうというか、もうそもそも投票でトップに立てない、えー、候補者にすら慣れてないっていうような状況が、まあ、結果として作り出されてるわけですよね。まあ、そんな中、えー、4候補の中で YouTube ちゃんとやってんのって石丸慎治さんだけっていう、 まあ僕はあの蓮ンさんとかにも一応オファーしたんですけどあの全然レスが返ってこないんですよね。なんであのやる気ないのかなこの人とかって思っちゃったりとかしたんですけどまあテレビに頼ってる選挙だとまあもちろんそのまあ現職はですねいろんな利害関係者が当然いるわけで今予算をもらってるえー、とうとう契約してるい人たちからすればですね小池さんに 入れた方がいいに決まってるし、えー、それ以外の候補を応援するってアホみたいな話じゃないですか。だから当然それは投票されるわけで、あのー、それは現職が強いのは当たり前なんですけど、それに加えてですね、えー、まあ立憲民主党まあもと立憲民主党の人じゃないですか。それであのー、共産党とも組んで。えー もうなりふり構わずですね。そしてなんか裏金問題とかをなんか叩いてたんですけど、ぶっちゃけ自民党の裏金議員を叩くのは別にいいんですけど、小池さんが別に裏金もらってたわけでもないし、まあそれ自民党から応援されてる、応援してる人がなんか、応援してる党の一部の人が裏金をも,もらっていたから、 で、それを応援、まあ、要は、ある意味、その、応援って別に頼んで応援してもらってるわけでもなく、えー、勝手に応援されてるだけというような状況でですね、それを叩くってやっぱり筋違いだよねって、それは普通にそう思いますよねと。ただやっぱり最近 SNS の分断がすごすぎて、あの、僕はあの、そういうバイアスかかんないように、小沢一郎さんとか、山本太郎さんとか、えー、っと、 まあ、その辺のちょっと、左、左、まあ、水道橋博士とか、いろんな人たちフォローしてるんですね。それなぜかっていうと、その人たちがいかに、その自分たちの身内の中で、あの、小池合子さんめちゃくちゃ批判してるんですよね。で、あの、石丸慎二さんも批判してます。めちゃくちゃ批判がすごくて、もう、とにかく人格否定なんじゃないかと、いじめなんじゃないかっていうぐらい、めちゃくちゃに批判してるんですよね。 すごい、だから、あの、これはもう世界的に、あの、起きてる現象で、アメリカの大統領選とかでも、トランプ支持者って、大体、アメリカから出たことのない、なんなら自分たちの州から出たこともない、まあ、白人の、あんまり裕福じゃない人、みたいな人が、やっぱり典型的にトランプを支持してるんですけど、もうだから、あの、今の、トランプがじゃあ、ね、あの、起訴されたりとか、要は、 有罪ーー判決を受けたりとかしたら、これは陰謀だとか、トランプがかわいそうだとか、真面目に信じちゃってんすよね。同じで、もう、すごいわけですよ。その、蓮舫さんを支持してる人たちは、もう無条件に蓮舫さん支持。えー、自民党は悪のすあ数軸。えー、小池由里子は、あの、ボンクラだぐらいな感じで、めちゃくちゃ叩いてんすよ。 で、それ見てるのが面白くて、SNS ってすげえ分断してんなっていうのが今回の選挙の結局結果なんですよね。結果として石丸さんが160万票以上取ったっていうのが、これが民意なわけだし、要は逆に YouTube だけでこれだけ取れてる。だから主要4候補にもちろん入ったことも影響はしてると思いますけれども、その中でやっぱ玉神さんと比べて石丸さんってめちゃくちゃ票を集めてるってことは、それだけネット選挙が最近効いてきてるってことなんです。ここで、 あの、マイナンバーカードとかと絡めてですね、スマホでそのまま本人確認して投票できる。こんな世の中になった。今回は石丸さん圧勝だったと思いますよ。という選挙がその辺まで迫ってきてます。 えー、東京都知事選みたいな全国的に注目される選挙はテレビの影響、テレビのバイ,ナバイアスがかなりかかってしまいますが、えー、それ以外に例えば東京都だったら八王子市長選とかですね、町田市長選とかその辺だったら丸さん的な人が、えー、無印からいきなり当選してしまうという現象はこれから雪崩を打って行っあのー、まあ、起こってくるんじゃないかなと思います。そして、まあ、日本維新の会とかではなく、新たな第三局がですね、 まあ、例えば、泉房夫さんとかですね、えー、その辺の人たち、まあ、新しい勢力ですよね、えー。そういった人たちが合唱連行して次の国政選挙で、えー、もしかしたら結構票を取ってしまう可能性っていうのは全然ゼロじゃねえなって思ってます。 えー、特にですね、衆院選とかだと、えー、東京ブロックとかですね、ブロック別にですね、えー、得票数比例で争われますので、そういったところとかで結構躍進する可能性も出てきてんのかなと、そういうふうに思いました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい not stop like this